で、我々の要請の趣旨はですね、先ほどから司法に介入できないというお話がありますけれども、法務大臣は検察庁法14条で、検事総長を個々の事件について指揮できるというふうに規定されています。これを活用していただきたいという、そういう趣旨でございます。それで、上川、法務大臣に対して、検事総長に対して、特別抗告を棄却されたときも、即時抗告が棄却されたときもですね、特別抗告をしないよう指導、あるいは指示をしていただきたい、それを、ぜひ皆さん方に、議員の皆さん方に、先生方に要請していただきたいということです。そして、この理由はですね、ここに書きましたけれども、要点2つだけあります。1つはですね、袴田さんは確かに釈放されました。しかし、今でも妄想の世界で苦しんでおりまして、人としての普通の生活は全然生活できていないんです。で、それは皆さん方ご承知のように、浜松の街を歩いておりますけれども、あれも袴田さんは自分で最高権力者だから、人々を守るために仕事でやってるというふうな、そういう妄想にとらわれています。で、それは彼の日記からも明らかです。彼の日記は拘置所時代の日記と全く同じです。自分が最高権力者で、なぜそういう妄想があるかというと、最高権力者になれば死刑の執行はできない、自分はまだ今でも死刑の執行の恐怖に苛まらされているという、そういう状況です。で、そのためには早く無罪判決を勝ち取らないといけない、そのためには特別抗告なんかさせてはいけないという、そういうことでございます。今日はどういうわけか行かないというので置いてまいりました。一応元気でございますが、やっぱりまだ精神的にはおかしくて、48年も苦労して刑務所の中にいたんです。私この頃つくづく思います。相当つらい思いをしたんだなっていうのがひしひしと分かってきました。今まではそんなに考えたこともありませんでしたが、もうなんかかわいそうで、まあ好きなことをさしておりますが、なんとか早く再審開始にならないかなと思っております。そもそも冤罪っていうことを考えたら、どういうことですか。いわゆる人質長期拘留して、絶望的な気持ちを与えて、懸念調書を使わせるという問題があると思うんですが、そのあたりから改善することができると思いますか。まあ、いわゆるその人質司法、もしくはその密室での取り調べ、自白の強要、まあ、こういったことがさまざまな、袴田事件のみならず、さまざまな事件において問題として指摘をされているという、この現実をですね、しっかりと捜査当局も受け入れて、反省をし、そして何よりも結果として出さなくてはいけないと思いますし、我々立法府にいる者としても、今、その取り調べの可視化、少しずつ動いてはおりますけれども、運用面、日々チェックをしていかなくてはいけないかなと思ってます。